みんな久しぶり、ドテバジュラだよ。今回は三強の最新台フィーバーマクロスフロンティア5を僕のマブダチが紹介するから最後まで見てね。というわけで今回は前回のコスチュームデザインがしっくりこなかったので、またまたチープではありますがデザインを変えてみました。決して何かの影響を受けているわけではありません。ということで今回はですね、三強の最新台こちらフィーバーマクロスフロンティア5を紹介しちゃうんだからね。こんなサービスめったにしないんだからね。原作マクロスフロンティアは2008年ですから、今から16年前に放映され、今もなお根強いファンが多い説明不要の超ヒットアニメとなっております。もちろんパチンコでも大ヒットしているシリーズで、その最新作がスマートハンドルでおなじみのフリーダムアクト、数々の名曲とともにホールに帰ってきます。そんな本騎士の注目ポイントをご紹介いたします。まずはこちら、高突入率&高継続率の王道ミドル銀河級スペック。スペックは王道のミドル ST タイプで、チタンを含むトータル約 75% という高いラッシュ突入率と、時短引き戻し含め約 84% という高いラッシュ継続率を誇ります。 ST120 回のギャラクシーラッシュ中の大当たり出玉はオール1500個で、高いラッシュ継続率と合わせて名曲を堪能しながら大量出玉の獲得に期待ができます。続いてはこちら、 ST 機なのに次回大当たり濃厚、プレミアムギャラクシーラッシュライブ搭載。本機は当選すると ST 回数をリセットしてくれる嬉しい機能を搭載。さらにラッシュリセット直後の ST 中に再びラッシュリセットに当選すると、時短1万回転で実質次回大当たりが濃厚となるプレミアムギャラクシーラッシュライブに突入します。さあ、それでは実際に打ちながら本機種を紹介していきます。いくわよ。まずはスペックの詳細見ていきましょう。大当たり確率 319.7 分の1の王道ミドル VST タイプで、ラッシュトータル突入率は約 75%、 ラッシュトータル継続率は約 84% となっています。ラッシュ中の出玉はオール1500個で、先ほども言った通りラッシュリセット当選で ST120 回再セットまたは1万回の時短に突入。ラッシュリセット当選後の ST120 回で再度ラッシュリセットに当選すれば、必ず時短が1万回となり、実質次回大当たりが濃厚となります。続いてゲームフローです。初当たり奇数図柄ゾロイジは ST120 回プラス残保留4個のギャラクシーラッシュに突入。偶数図柄ゾロイジは強行突破チャレンジに突入し、成功期待度約 50% の強行突破チャレンジ中の演出に成功すれば、ギャラクシーラッシュか次回大当たり濃厚となるプレミアムギャラクシーラッシュライブに突入します。強行突破チャレンジの演出成功条件は大当たりまたはラッシュリセット当選、そして内部的に ST120 回であった場合となります。さあ、続いて通常時大当たりの鍵を握るキーポイント演出をご紹介いたします。突入すれば大チャンスとなるバルキュリアゾーン、本機最強リーチ歌姫演武リーチ、バトル SP リーチ中に発生すれば大チャンスとなるクォーターアタック、これらが出現すれば大当たりは目前です。またですね、本機にもカスタマイズ機能を搭載しておりまして、こちらですね、先読みカスタムなし、おすすめチャンス圧、そしてレバブルアップ、 V フラッシュアップとおなじみの搭載しております。そして一番下ですね、こちら、本機オリジナルのカスタマイズとして、入賞時スカルフラッシュカスタムっていうのがあります。これですね、入賞時にここですね、このギミック、これがねピカッと光ると、光ればもう大チャンスといった予告発生と、ぜひお好みに合わせて選んでみてください。
通常時はですね、バトルエスピーリーチや歌姫エンブリーチに発展するのが大当たりの王道パターンとなります。バトルエスピーリーチはですね、3種類ありまして、クラン、オズマ、アルトの順に期待度が高く、共闘やキーポイント演出にもありましたクォーターアタックなどのチャンスアップ出現に期待しましょう。また3種類ある劇場エスピーリーチは発展しただけで大チャンスとなります。本期で初搭載となる時の迷宮の劇場エスピーリーチの映像や楽曲は要注目です。お、中左か、チャンス目ですね。どうしよう、同じ図柄、あーっとまたチャンス目、これ先読み入ってる。あ、しかもロゴが赤くフラッシュしていますよ。この保留かな、これちょっと注目ですね。保留変化ないですけど、さあ連続2回目、ネクストセカンドアタック、セカンドで止まるとね、あれなんで、そうですね、これで3回ですね。サードアタック。うわー、金エフェクト、うわー、ちょっとスカルフォリューの金、大チャンス、もうこの時点で。さあ、8のリーチ、あー、リーチラインも金だ、今見えました。赤だとチャンスなんですけども。金が絡んでますよ、いろいろと。さあ、ここはバトルエスピーナーをですね、3種類ギルパイロット誰に発展するかですけれども、あ、ちょっと待って、これ間が長い。ということはこれ本気最強の歌姫ブリーチですね。いや、うおこのギミックもすごいよね、動きが機敏。うわー、これはファンはたまらんね。今のところもうかなり王道のパターンですね。金演出が絡んでの歌姫演舞、これは大いに大当たり期待できます。むしろ外しちゃダメなぐらいのレベル。最終煽りはボタンかレバーですけれども、この時点でもうすでにボタンでも大丈夫、素晴らしい。いや、これは最高ですね。さあ、見事八図柄ですね、揃いました。さあ、図柄揃い後はですね、このようにスクロールが始まりまして、まあ、偶数よりも、ね、赤の奇数が止まってほしいので、ここは変化が欲しい。8から9、ずれたずれた、よーし、これは嬉しい。さあ、見事奇数赤ずがれで止まりましたので、ギャラクシーフィーバー、ギャラクシーラッシュに突入ですね。ちなみに偶数図柄ゾロイ時に突入する成功期待で約 50% の強行突破チャレンジの演出成功条件は、大当たりまたはラッシュリセット当選、もしくは内部的に SE120 回だった場合となります。さあ、初当たりは基本2ラウンドですね。さあ、ここからギャラクシーラッシュ突入となります。 ST120 プラスダンホリュー4。おっと、保留変化、緑、おー、今回転数のところがひび割れてましたね。さあ、右を狙い、さあ、もう図柄揃いは全て1500の払い出し。そして ST 中のモードですけれども、ギャラクシーラッシュバトルとギャラクシーラッシュライブ、ライブの方はですね、本家初搭載となる実写映像の方が楽しめます。ぜひね、お好みに合わせて選んでみてください。
まあ、まずはこっちからですよね。さあ120、まあ、当選確率は約 71.5 分の1、ね、これを120プラス残保留4で引くかどうかということですね。いや突入率が約75でトータル約 84% 継続ってとんでもないことなんですよこれ。あ、今回転数表示のところアタック、しかも今緑放流で赤持ち、これはちょっとチャンスじゃないですか。さあこれはエバジュラ殲滅エスピリッチ赤テロップ、チャンスアップも絡んでおります。どうだ、当たってほしい。どうだ、バジラどもボタンだけどどう、うわー気持ちいい。うわちなみにもう図柄揃いはオール1500なので右打ち中はねもう偶数奇数関係なしにもうね揃ったら1500と覚えておいてください。まずはリーチだな。お、先も入ってる。お、保留変化。556。お、うわ来た。これあれだ。リセットリセット。SD 回数が120にリセットされました。うわこれは嬉しい。 ST 回数はね大いに越したことありませんから。あ、また折ってる。あれ、え、2回引いてるよ。え、2回引いてるってことはちょっと待って、注目。ST のリセットをですね2回連続で引いた場合、それすなわちプレミアムギャラクシーラッシュ見てください。自体1万回転、つまり次回大当たり濃厚、ね、すごいの引いた、ね、うわー7が揃った。これは嬉しい。ラブファイヤー最高か。スペシャルギャラクシービューはおっと思ったらスカルオリオ赤、これはもらった。すごいすごい、こんなサービスめったにしないんだからね。さあとにかくリーチ、あー、おー、ネクストまたあんの、おいおいおい、初めて見た。打ちまく連打で青緑赤赤までいった。ねえ1万発前後平気で起こるスペックですよこれ皆さん、ね、注目赤折り、しかもスカル折り赤、これは大チャンスだ。ミサイルが無理ならそれが無理なら全部まとめて持ってけ。うわーもうレバブル、お、チャンス目緑、おお、ボタンがでかい、次回予告が、ちょい、こんなサービスある、スペシカイギャラクシー打ち出す必要ありませんね。もうあっという間に皆さん見てください、トータル
1万デカルチャーいただきました。皆様いかがだったでしょうか。約 75% 高突入、約 84% 高継続ラッシュ搭載の銀河級スペックの片鱗はお見せできたのではないかと思います。また今回はですね、ちょっとしかお見せできなかったんですが、実写のライブ映像が搭載されていまして、ラッシュ中や全回転リーチなどで見られるんですけれども、私個人的にはこちらを堪能しながらラッシュを遊べるというのも大きな魅力なのではないかなと思っております。ST や次回大当たり濃厚の気持ちいい瞬間ですしね。もちろんそういった映像を見ながら味わえる出玉感は特筆ものです。そんなフィーバーマクロスフロンティア5ですが、スマパチ E フィーバーマクロスフロンティア5も同時デビューとなりますので、ぜひどちらも体感していただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。見ているみんなにも本気士の面白さ届け、ラブファイヤー。